ちは、コスプレイヤーのナンピピです。コスネームに名字はあまりつけない、あだ名のようなユニークな名前も多い。今日は令和レイヤーのあるあるをご紹介したいと思います。やってる SNS は Twitter、Instagram、TikTok です。 SNS は Twitter、Instagram が主流。 TikTok や YouTube など動画媒体への投稿も多い。フォロワーさんどこかな。ツイッターのつながりタグでつながったからリアルでは会ったことないんだよな。あ、あっちにいるっぽい。ツイッターが主な活動の場。あ、うわー、人屋さんだ。え、一緒に写メ撮ってもらってもいいんですか。やばい。ちょっと待ってくださいね。あ、3秒です。はーい。スマホ、アプリ、リングライトは鉄板。とりあえず3秒です。 ありがとうございます。え、ほんと顔がいい。やばい。あ、ツイッターつながってもらっても。ありがとうございます。え、ちょっと QR 出しますね。これでお願いします。やばい、ありがとうございます。新しく出会ったレイヤーさんとはツイッターの QR コードを見せ合ってその場でフォローし合うことが多い。いきなりフォローは戸惑う人もいるから必ず確認してね。さっきの社名、加工チェックしてもらってもいいですか？大丈夫？あ、ありがとうございます。これツイッターにアップしても。ありがとうございます。速報。速報はツイッターで、加工までがコスプレ試合。まあ、うまいレイヤーさんめっちゃいっぱいいる。話しかけたいけど、がっつり撮ってるみたいだし、邪魔になっちゃうかな。話しかけたいよ。声をかけるタイミングがわからない。わあ、そのカラコンの発色めっちゃいいですね。え、どこのですか？いいなー。縁なしやっぱいいですよね。いろんな色揃えちゃおっかな。カラコンの種類が豊富、発色よし、度あり、ワンデーカラコンも当たり前。え、そのオールバッグどうやって作ったんですか？すごい、そういうウィグがあるんですね。めっちゃ自然。オールバック、ツートン仕様などウィッグもバリエーション豊富に、加工しやすくなりました。使わなくなった衣装ですか？メルカリで売ってます。フリマといえばメルカリ。それなんですよ、めっちゃ可愛くて。すいません、お写真いいですか？写真ですか？はい、大丈夫です。いきます。3、2、1。決め顔への切り替えの速さ。